はい。では、いつもの高見さんが今、劇玉修理中なので、今回私、抹茶嬢が MC 代行させていただきます。劇玉 VS シリーズ番外編ということで、ボドルマン対戦シリーズを企画させていただきました。前回もボトルマンあったような気もしますが、今回の、対戦していただく方は、こちらの方々です。では、前回出演させていただきました、ソフバンです。と、ビーダマンと爆芽の時に出演しました2代目です。はい。お二人とも、これはマイボトルマそうっすね。ン。はい。まあ、とりあえず競技が競技なんで、パワータイプばっかり揃えたら、ちょっとキャラかぶりしてるんですけ本当ど、にね。全く同だいじ。ぶ。本当にね。ちょっとうちはでも、牛さんがいる下んが一で、人いまヨドすブラストね。ちゃんがいるので、はい。では。あとですね、ちょっとね、お。2代目さんと差をつけようと思って、僕はメタルキャップを使おいます。お。メやっぱタつルいキキャッャップにも質重量をい。ソフバンさんが伸ばし勝ちに行きて、ました。パワー&パワー。ええ。じゃあ、そのパワー対決、どちらが制するのか、ご期待ください。まずは、コーラマルエナジー DX。ウィング、あれですよね、コーラマル DX のそうっす。ウィングと、ウィングと、このキャップ下の、公式通りの改公式造通りの改造をしてきました。ナイス。時速ね、40キロ出るらしいですから。これで、頼む！なんで俺たちは激タマに勝てないんだ、シュー！お、2。2。はい、では、ソフバンは1投目、レッドブラスト。牛さん。DX、牛さんでいきたいと思います。これなんかカスタムは。これは特にノーマルで、はあんい。まりね、縦打ちなんですけど、この顔って。縦打ちのカスタムってまだ出てないんで、今後に期待。なんか公式では出る予定っぽい雰囲気を醸し出してたので、期待しております。はい。では、ソフバンさん1投目。はい。このね、角の間から狙うんですよなるね。ほどね。いきます。おお、これはこん4なもんでですすね。ね。4です。強っ。バトルフェニックスはダメだったが、ボトルフェニックス、お前ならいけるよな。追いついたぜ。はい、では、ソフバン2投目は、まあ、おなじみコラマル DX でいきたいと思います。いきまーす。お、4。おし。もうストライクを出すしかない。頼むぜ、エナジー DX。 おい。4。惜しい。じゃあ、ソフバンもエナジー DX、 僕の場合は特にカスタムなしで、これでも十分握れる広さがあるので、うまく出ると思います。ごキャラ対決。いきます。3。そう。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。はい。ウィー。さあ、スコアです。先攻2代目さん。はい。1投目2。はいはいはい。2投目4。はいはい。3投目4。合計10。10。後攻ソフバンさん。1投目4。おお。2投目4。おお。3投目3。お？合計が11。11。ああ。従いまして、ソフバンさんの勝利です。10対11。勝利の決め手は完全にこいつ、牛さんでしたね。牛さんですね。このバーティカルショットがうまいこと決まったのと。なるほど。で、このメタルキャップなんですけど、散らばらないのだけ良かったなっていう感じで、あんまり弾の威力的には、ね、コーラマルと変わんなかったかなって思いました。なるほど。いやさあ、6回中4本が4回出てるということで。ああ、これは激いいです玉勝てんな、次やったら。まあ、ちょっとね、激玉の時と違って、勝ち目になってしまったのが申し訳ないんですいけや、いいと思いますよ。ど。なんかボトルマン反則動画になってますけれいども、や、もう宝富からの宣伝ではありません。はい。ぜひね、もう本当に激玉倒してください。本当お願いします。じゃあ、ね、次回もね。はい。はい、はい。じゃあ、今回はありがとうございましありた。がとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、またご視聴よろしくお願いします。はーい。